新谷陣屋の記念碑林風各地図、新谷陣屋は、愛媛県大洲市新谷村に置かれた陣屋で、大洲藩から分治された新谷藩の藩長である。豊臣秀吉に仕えた甲府24万国を与えられた加藤光康の志士で、伊予大洲藩6万国の本祖となった加藤貞康は、関ヶ原の戦いでは東軍に属し島津軍と戦った。その後、慶長十五年。 身の黒の藩四万国から放棄与那国藩六万国に違法された。大阪の陣では徳川方に属し、元和三年に異様を押す六万国の藩主となった。寛永九年、第二代藩主、安沖の弟、直弘は、幕府より一万国の分地の了承を得て、新谷藩が立藩した。寛永十九年、新谷の地に陣屋を構えた。江戸時代後期になると、 数々の災害に見舞われ、一時は、宗家の大須藩が反省を見ることになったりした。そういった苦難にもかかわらず、新谷藩加藤氏は旧大続き、大霊の第二、明治維新を迎えた。廃藩治県後は、新谷県庁舎として使用された。移行として、御天林風格があり、また、陣屋のあった敷地は、明治時代になると、いくつかに分けて売却され、金蔵が、 かろうじて現存している。現在陣屋のあった敷地は新谷小学校となっている。ありがとうございます。